はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。マクシムス・ドラグマです。さあ本日なんですが、ついにね、楽園ストーリーのドラグマというテーマに、私手を出してしまいました。まあこいつはね、完全に楽園ストーリーで言うと敵陣営ですね。敵陣営、まあアルバスとか、鉄獣とかね、まあスプリガンズが味方陣営であるに対して、このデッキは完全に敵陣営です。まあちょっとまだですね、あのドラグマのアルバゾアっていうこの マクシムスドラグマの最終形態がマスタードュエルには実装されてませんので、ちょっとまだ1匹足りないみたいな感覚なんですけど、このテーマ何をするかっていうと、まあ、儀式のモンスターをね出していくっていう、まあ、そういうデッキになってるんですけども、ねエクストラデッキをね破壊する、まあ、そういう、まあ、ギミックになってるんですね。デッキがエクストラデッキ破壊、例えば、このレベル8のねドラグマのアルバスナイトであれば、マジックトラップモンスターの効果が相手が発動した場合にエクストラデッキからね、自分のエクストラデッキからモンスターを墓地送って、相手のエクストラデッキからカードをじゃあ墓地送るっていう効果があるんですよ。だからこれで例えば、なんだろうな、キーカードである、まあ、ペンデラムデッキのエレクトラムとかね、ああいうの、まあ、ハリーファイバーが今いないから、あまりその抜いてガチでやべえみたいな、モンスターでそんなにはいないんだけど、例えばなんだプランケツでいうとこのミュウとかね、制限カードとか、ああいうの抜けたら結構でかいですし、なんかそういう動きをね、まあ、していく感じになりますね。基本的にはエクストラデッキを破壊する、まあ、これ以外にもエクストラデッキ破壊できるカードいくつかあって、まあ、例えばね、楽園のセントラルドラグマ、これはこれなんかなんだっけな、どこでなんか追加されたんだっけな、ちょっと若干あ遅い、あアルバアビスか、これで実装された、カードなんですけども、儀式魔法で儀式モンスター特殊がするじゃないですか、このデッキ。そうすると、自分または相手のエクストラデッキを確認して、そのうちのモンスターいったら墓地を送るってことで、こいつで1枚墓地を送りながらこれで1枚墓地を送って相手のエクストラデッキを確定で2枚破壊できるみたいなね、だからキーカードを全部落とすみたいなこともできます。はい、とか、それからこれですね、ドラグマカブル、これね、一応フィールド上にドラグマのこの2種類、この儀式モンスターが2種類存在していると、儀式したと後に、相手のエクストラデッキをね、ぶっ壊すっていうことができるという感じですね。だからこの辺のカードを使ってエクストラデッキを破壊していきたい。それプラスこいつ、まあ、ラスボスですよね、マクシムス・ドラグマさん、まあ、こいつが全ての元凶で、まあこいつがなんだ、このドラグマータっていうガチでやばい魔の儀式をしたことによって、まあ、ドラグマ陣営はデスピアになってしまって、まあ、なんだ世界が終わるんですけども、まあ、このドラグマータっていうカードと、あとこのマクシムス・ドラグマさすがに強いんですよ、このドラグマっていうテーマの中では。自分の墓地から融合シンクロエクシーズリンクモンスターを除外すると出てこれて、で自分のメインフェーズに自分のエクストラデッキからカードを2枚墓地を送るってことができるんですね。もちろん相手のエクストラデッキからも墓地を送ることができるんですけども、これね相手が選んじゃうんですよね。だからまあちょっと相手が自身のエクストラデッキからモンスター墓地を送るっていう効果はおまけとして、自分のエクストラデッキからカードを墓地を送るっていう効果を使って、まあ、今日は何をしていくかというと、もちろんねアークデクレラとか、まあ、ヌトスとかを送って、まあ、サーチ入れたり破壊したりはできるんですけども、まあ、このねアプカローネっていうモンスターが墓地を送れるんですね。でアプカローネは墓地を送られるとデッキからシャドルカードを持ってこれて、で、このシャドルクを持ってこれると、で墓地にシャドールがいるんで、これドラグマデッキなんだけど、シャドールの動きをすることができるんですよ。でシャドールが何が強いかって言われてるかっていうと、このエルシャドールミドラーシさんが出せると、これ存在している場合特殊召喚1回しかできませんので、さすがにこいつの制圧力がやばいということで、まあ、こいつを爆誕させていくっていう、まあ、そういう、まあ、ギミックが入ってます。で、まあ、注意しちゃいけないのは、シャドルクを打つときにこいつが場にいると、これねモンスターゾーンに存在してるとね、自分エクストラデッキからモンスター出せないんですよ。だから一応ねこっちがも制約かかんないんで、こっちから動いてるときはまあシャドルク持ってくる動きをするって感じですかね。はい、まあ、こっちじゃなくてもマクシムスドラグマでバスタード、まあ、始まりの竜ですね、バスタードとか、あとそれからアルビオンとかもう落とせますんで、エンドフェーズにエクレシア出してフルルドレスをサーチしたり、ドラグマ回収したり、それからアルビオンを落として楽園のセントラルドラグマを持ってきたりっていう動きが一応できるんで、まあ、この辺の動きは臨機応変に対応していきたいと思ってます。で、魔法使いが結構ね多くて盤面に残るんで、まあ、一応魔法族の里が入ってます。まあ、なんなら3詰めしてもいいかなと思ったんですけど枠がありません。はい、で儀式デッキなんですよこれ基本的に。なんで儀式の下準備一応入ってるんですけど、これねマートはサーチできなくて、これ儀式モンスターの名前書いてないんでね、ねこっちのねカブルはサーチできます。カブルとモンスターをサーチできるんで、一応1枚か2枚になるから強いなと思って入れてんだけど、カブルがあんま強くないんだよね。
この儀式魔法が。これなんでかっていうと、これね、マーダの性能が非常に高くて、これレベルの合計が儀式召喚するモンスターと同じになるように、手札フィールドのモンスターか、または同じレベルのモンスターをエクストラデッキから墓地を送ることによって儀式できるんですよ。だから、例えば、ドラグマータと、このアルバス・セインとかいる場合、アークデクレアラーとかヌトスを墓地に送りながら儀式できるっていう儀式魔法なんですね。だから要は、儀式モンスターと儀式魔法があれば、エクストラデッキ の素材を使えるっていう。これがめっちゃ強い。ネクロスみたいな感じですよね。はい。だから、これを引きたいんですよ、基本的には。けどね、サーチがないっていう。だから、まあ、デクレアラ・ディバイナーとかが入ってて、まあ、ここでアークデクレアラーを墓地を送りながらサーチ入れるとかしたい感じですね、基本的には。で、手札がどうしてもね、足りないんですよね、儀式デッキなんで。で、しかもサーチ無効とかされたら結構きついですし。だから、ゴードン完全しました。はい。手札ないと勝てません。基本的には。儀式デッキなんで。で、相手のうららとかね、は完全に、墓穴とかで無効にしていきたいと思っております。はい。で、天帝の師匠ね、まあ、この辺のカードは、まあ、よくご存知かもしれませんが、エクストラデッキからモンスターを墓地を送るのがドラゴン持ってこられるので結構相性が良かったり。それから、エクレシアちゃんですね。はい、エクレシアちゃんも召喚特殊が成功した場合にデッキからドラグマカード持ってこれるんで、まあ、何でも持ってこれるから相性がいいっていう感じですね。で、エクストラデッキはさっき言ったようにシャドールギミック を動かしていけるので、まあ、一応最低限3枚入ってますね。はい、で、バスタードとか、まあ、アルビオンか、アルビオンとかが入ってるから、まあ、この辺をマクシムスで落としていくっていう動きもしていきたいみたいな感じですかね。はい、まあ、早速ね、このデッキのパワーを見せていきましょう。デュエルスタンバイ。悪くないな。なんなら一番強いわ。下準備発動。下準備、これはうららめっちゃ食らうんですけど大丈夫だ。オッケー。あとは、デクレラディバイナーの効果通ってくれるとさすがに最強なんだけど、これどう？これないと逆あんま強くねえな。通るな。オッケー。これ通るな。でけえ。さすがに強い動きできそう。ヤークデクレラ効果とドラグマータ持ってこないと。これがね、結局ね、サーチできないときついんだよね。これドラグマータっていうカードマジで最強で、ネクロスみたいな感じでね、素材をね、エクストラデッキから供給できるんですよね。これめっちゃ強くて、これが最強です。はい、これよ、この動きね。で、チェーン1アークデクレアの効果で、チェーン2でアルバセイントの効果、アルバセイントの効果をね、チェーン2で入れてあげれば、一応うららはケアはできるんですけど、まあ、うららあったら投げてますよね、さすがに。で、打点アップ、アークデクレア効果、一旦このアルバセイント君を持ってきましょうか。で、自分の墓地のシンクロモンスターゲームから除外して、こいつが元凶よ。こいつがねいることによってドラグマ陣営はね、まあなんだ、まあ悪の道へと落ちていくことになるんですけども、マクシムスの効果は、お互いにね、エクストラデッキからカード2枚墓地を送るっていう効果なんですけど、これで、ね、相手が選べちゃうんでね、これね、相手がねデスペアデッキとかだと世界終わるレベルでアドバンテージ稼がれたりしてやばいことが起きますね。楽園融合サーチみたいなことされるので、それだけねマジで勘弁なんですけども、わかんない、サクリファイス、はあ、と、シェンシェン、了解。これで、ルークあるんで、ミドラッシュが空いてたんで出せるんですけども、まあ、とりあえず一回魔法族の里貼って、魔法カード発動できなくさせて、最強、セット、カブラはつかなくていいですね、エンド。カブラじゃのに墓地から儀式モンスター出せるんで、ベンデットみたいな感じで。で、これでエンドフェイスの、バスタードの効果でエクレシア出して、エクレシア効果でドラグマカード持ってこれるんで、ここでフルドリスを持ってきて、まあ、これが一番ね動き的には理想かな。一番強い動きは何ですかって言われたドラグマは多分ね、こんな感じの動きが一番強いと思う。さあ、理想展開はできたぞ。あとは相手のスキアクロー。なるほど、スケアクローか。あ、守備表示モンスターいるからドローできちゃうよね。強っ。
これちょっと一回ミドラッシュ出していこう。あのデッキは展開力がすごいからな。一回ミドラッシュ出していきましょう。エルシャドールミドラッシュの、召喚条件はシャドールプラス闇属性っていうね、クソ緩い条件なんで、まあ、とりあえずこれでルークをね、ルークサーチ、アップからもね、墓地を食ってルークサーチすればもうこれだけでミドラッシュが爆誕するんで、これで君もこのターン特殊召喚、あ、これ墓地を送るの強っ。これ君さ、もう、このターン特殊召喚1回ね。まあ、今召喚だからまだいいけど、特殊召喚は1回まででお願いします。はい。いや、これ多分特殊召喚1回までっていうか、そもそもスキアクロも辛いだろ、これ。モンスターいなくなったら。多分な。いや、あのね、デッキはね、モンスターを消せっておばあちゃんが言ってました。おっと、これ魔法族の里めっちゃ効いてんじゃない？これ魔法族の里これめっちゃ効いてそう。なんかその癖カードの枚数は。波紋のバリアーとかあったら終わるけど。まあそんなカード入れてるやついないだろ。さすがに。ですね。では、まあ、とりあえず下準備だけは打ちますと。いや、どうせ大したことないでしょ、その捨てカード。まあ、カーブル持ってきて、で、まあ、レベル4でいいか。まあ、結構これ、こうなっちゃうとね、結構一方的なデュエルになりがちなんだね。割と。勝つときは一方的だし、なんか負けるときはなんか何もエクストラデッキの破壊が刺さんなくて負けるしみたいな感じだって。一回ルークで、ミドラッシュの特殊召喚するよみたいな効果ちょっと解除していいか、自分だけ。俺だけはちょっとどかすわ、こいつ。エルシャドール、ミドラッシュと、アークデクレアラー、いや、これでいいか。ここを2体で融合して、で、僕だけはネフィリム出させてもろて、ネフィリムちゃん出させてもろて、で、ミドラッシュどっか行ったんで、これで僕は特殊召喚がいっぱいできますという話。で、ここから、一回フルルドリス出して、姉さん出していく。もともとはドラグマンモンスターですからね。あやめの創剣士、もとい。ドラグマンの騎士フルルドリスは、はい。なんか、ルルワリリスみたいな、なんかようわからねえ。デスピア化してましたけどね、最終的には。まあその辺もまだちょっとマスターデュエルには来てないですけど、まあ、とりあえずアークデクレアラーを除外して、儀式召喚を墓地からしていくスタイル。そしてこのアルバス・セイントちゃんは儀式召喚に成功した場合、フィールドのモンスターの攻撃力を吸収できるという効果を持っている。ドラグマのアルバス・セイントのモンスター効果、あ、一応これ選択する方間違えると打点アップするの意味わかんなくなりますけど、はい。で、一応、これマクシムスドラグマ効果使ってねえや、やべ。マクシムスドラグマの効果使うの忘れてた。ヌトス砲ぶち込んでいきましょう。ヌトスと、まあ、アデかな。あとは相手が送っていただければ。あ、アポロウソフェニックスね。なるほど。ちょっとわかんなかったな、デッキ。何デッキだったんだろうか。まあ、多分スキアクロー、ギミックが主になってると思うんだけど。スキアクローって結局最終的にスキアクロー出てこないとかいう構築結構ありますか。あ、でもこれが入ってるからスキアクローか、さすがに。割とスキアクローデッキやったわ。まあ、とりあえず、なんか、ヌトソーで相手の伏せカード割って、で、マータ持ってきて、これ全員攻撃表示でいいかな。これで聖なるバリア、ミラーフォースとか言われる大丈夫かな。バトルフェイス入りまーす。フルドロイさんの効果により、聖魂が加えられたモンスターの打点を500ポイントアップする。うわーつえつえ最強対戦ありがとうございました。ただから相手のデッキ何デッキか全く分かりませんでした。ちょっとやりすぎちゃったかもしれない。エクストラデッキなんかぶち抜いて今死ぬデッキって何あんだろうな。なんかさ、逆にさ、エクストラデッキ墓地送るみたいなデッキ多いじゃん今。デスピアとか、まあ、ルーンとかだったらなんかフギンを全部ぶち抜けばワンチャンあるみたいな説あるかもしれないけど、どうなんだろうね。もう3枚墓地送るの難しいからな、さすがに。いや、なんかさ、そのハリファイバーみたいな、なんかそれが絶対なかったらデッキが回らないみたいなね、あのデッキだと結構簡単なんですよ、メタルの。なんですけど、まあちょっと一回これはね、マータ持ってこないとお話になんないから、これマータ持ってきて、で、マータ発動するしかないですね。さあ、国民に植え付けた聖魂を魔の国民へと
デスピアの刻印へと変えていくぞ。ちなみにドラグマっていうのはあの教える方、教えて導く方のドラグマと、あのまがまがしい方の、 あの道へと導くというドラグマがありますからね。はい、儀式モンスター の、 あのドラグマはあのまがまがしい方のドラグマってますから、はい、教える方のドラグマは、まあ、仮初めの姿というか、まあ、マクシムス君があの最終進化形態になるとガチでヤバいモンスターになるんですけども、アルバゾアがねめっちゃ強いんですよ。あのね打点がそもそも4000ぐらいありまして、でマータで出せまして、で相手のエクストラデッキ破壊できたりするんで、めちゃくちゃ強くてですね、まあ、アルバゾアを早く実装していただきたいといったところなんですが、まあこれはね、相手のエクストラデッキ墓地遅れますね一応。さあドラグマカブルを発動。ドラグマカブルの効果により自分の墓地から儀式モンスターの素材を除外することができるぜ。これフィールドかさすがに手札は持っといた方がいいもんね。で別にエクレシアいる必要はあんまないから、こうしてこれがねマクシムスがないとこうなっちゃうんだけど、要はマクシムスからの展開でエクストラデッキを墓地を送るのがすごく強いんで、まあ、ただこうすると一応、エクストラデッキを破壊する効果を、まあ、このタイミングで打てるんで、どう考えても相手のデッキを送った方がいいね。やばそうなデッキだな。やばそう。ああ、バリアドンしようとしてるね。これバリアドンしようとしてるな。ペンデュラムデッキだな、これ。エレクトラも入ってるわ。なるほど。ペンデュラムは、いやでも、ペンデュラムはさすがに、エレクトラムしょった方がいいだろう。さすがに、これさすがにエレクトラムでしょ。一応相手が魔法カード発動してくれればもう一枚、追加で、墓地送れるんで、ペンデュラムは多分魔法カード発動するよね。だってペンデュラムスキル置くんだもん。いやこれ多分ビヨンドとさエレクトラム置いたらもう何もできないんじゃない多分。竜の、あこれ強いわ。これアルバスナイトの効果を発動。アルバスナイトの効果によりヌトソウ発射すればいいんじゃない。これヌトソウ発射してさ、これ警告も叩き割りながら相手のエクストラデッキ破壊するっていうガチで強い動きできる。もしかしてヌトソウ発射で、これさすがにビヨンドでしょ。これでペンデラムでも死ぬだろ大体で、急進ヌトソの効果、相手の警告を爆破して、でこれでドラゴン族モンスター墓地送る効果も使えない。これ何デッキだろうな。ペンデラムに警告入ってるってなんだ。ダークブルム、やばいやばいやつか。やばい、それはガチでやばい。これはバスタードでいいか。目にも止まらぬドラグマンパンチメント。超高速ドラグマンパンチメント。やめろ。ペンデュラムテーマはもうそんな簡単に手数出ないはずだ。召喚剣は使った。ダークブルムだと、ダークブルムやばい。スケールが0から5。うわー、やぶねー。よしスケール事故ったか。いやこれエクストラデッキからだって出したところであんま展開伸びないもんな多分な。まあ、とりあえずエクスレシアちゃんを出して、はい、でエクレシア効果、まあさすがにこれはマクシムスでいいですね。はい、大神士官出して、持ってきて、まあこいつが全ての元凶なんですよ。もしよかったらね、なんか YouTube とかインターネットとかにそのラクインストールの解説がゴロゴロ転がってるんで、よかったら皆さんも一回目を通すことをお勧めしますけど、これね、あこれヌトソウでいいか。ヌトソウ除外して、これねドラグマってね、このね、マクシムスドラグマってやつがガチでやべえやつなんですよ。まあ語彙力なさすぎますけども、これガチでやばくて、こいつが本当に元凶で、全てのこいつがドラグマータっていうこのガチでやばい儀式をして、そのドラグマの民、ドラグマのために記されているこの聖魂っていうのを、そのなんかホールの力によってね、デスペアに変えていくわけですよ。あるいは国民は聖魂って言って騙されてたんですけど、このね聖なる傷跡じゃなくてね、このねホールの力によってね、その傷跡はねデスピア化するためのなんか布石でしかなかったんですよね。マクシマスドラグマっていうのが本当にゴミっていうことだけ言っておきますわ。ドラグマータ発動。ドラグマータの効果によりヌトソウを発射しながら儀式。結局このテーマ
何が強いかっていうと、あのヌトスがめっちゃ墓地に落とせるっていうところがめっちゃ一番強いですね。ちなみにドラグマは、はい、ヌトス砲発射で、ヌトス砲効果チェーン1へ、そしてドラグマのアルバスセイントの効果を発動する。このモンスターの効果によりフィールドのモンスター2体を選択し、選択した1体のモンスターの攻撃力を選択したモンスターの攻撃力に加える。500、1500、1500、2000、2500、これ足りてます？これやべえ、全然計算してなかった。これ足りてる、これ俺1500、1500、2000、2500、あ、足りてなさそう。これ足りてる、これ待って、やばい、これなんか調子乗って景色したけど、これ足りてますかね。あ、足りてるわ、あぶねえ。皆さん算数はちゃんとやりましょう。はい、いやもうね、エクストラデッキ破壊っていうテーマの関係上ね、結構やっぱ先行で展開されちゃうとめっちゃ弱いんですよ。あ、制限カード来た。なんですけど、一応ね、ヌトス砲が打てるとき、ヌトス砲なんかめっちゃ打つみたいなことをするとなんとかなることもあります。はい、だから、まあ、ドラグマパネシメントとか、まあ、儀式のドラグマアーターとかあると一応まくっていけることもあるんですけど、結局ね、向こうがね結構立てられちゃうから、今この環境だと。だからね、結局サーチも通んないし、まあ、ちょっとさすがにね、後攻はきついかなっていう気はしますね、使ってる感じ。まあ、先行も事故るし割と。まあ楽にストーリーめっちゃ好きなんで、ね、はい、なんで、まあ、アルバスは来たらワンチャン強そうだけどな。これあれじゃない、増殖する G 打ったら、デッキ切れさせられるとか言われてる、あの噂のデッキでしょ、これ。やばクソやばいカード、やばいやばい、引きすぎなんだよね。終わりの始まりはやばいって、ビッグフット、外れろ、さすがに無理か。強くねえか、落ちるカード、お前落ちるカード強すぎるだろ、ふざけんな。やりたい放題だな、マジで。暗黒界とかいうギミックもやめません。しかもなんかセルリの効果でブラウドローしてっから捨てられてっから、普通にさ、あれなんだけど、2枚ドローされんだけど、あいつどんだけ、あんだけ展開してまだハンド4枚あんの、おかしいだろ、どう考えても。どうなってんだよこれ。やばいカード来た、一撃必殺イライドロー、やばい、待って、これはちょっと一回フルルドリスとかいうガチ最強モンスター出して、若干効果、待って、あー、まあ、ちょっとそうか、アポロウサインとか、いや、ちょっと枚数をずらして、若干その一撃必殺イライドローの枚数をなんか調整してやろうと思ったけど、普通に無理だったわ。